国時代の旗の第三十一代君主。六代目の王。使命は朝生現代中国語では旗はじめ皇帝、または旗はじめ皇と表現する。神王に即位した後、他の諸国を次々と攻め滅ぼし、紀元前二百二十一年に中国史上初の天下統一を果たした。統一後、称号を始皇帝と改め史上初の 皇帝となった。統一後は、重心の利子らと共に、政治や経済の改革を実行した。統一前の旗に引き続き法律の厳格な運用を、中国全土統治の根本とすると共に、法権制から軍権制への地方統治の全国的な転換を行い中央集権体制の確立を図ったほか、国家単位での貨幣や、軽量単位の統一、道路整備、 交通規則の制定などを行った。万里の長城の整備、兵馬用で知られる、旗はじめ皇帝領の造営といった、大事業もいった。放火を徴用して、批判する儒者、奉仕の弾圧や、書物の規制を行った、噴書工事でも知られる。商店体で書かれた、始皇帝。州の時代及びその後の中国独立国では、大王の称号が用いられていた。 紀元前221年に戦国時代に終止符を打った、朝政は事実上、中国全土を統治する立場となった。これを祝い、また自らの権政を強化するため、政は自身のために新しい称号、旗始皇帝を設けた。時に始皇帝と略される。芝仙が編纂した式においては、旗始皇帝と、 旗始め公の両方の表記が見られる。旗始公邸は、旗本義にてや六章冒頭や十四節。旗始め公は、旗始め公本義章大にて使っている。朝廷は、公と、帝を合わせて、公邸の称号を用いたため、旗始公邸の方が正式な称号であったと考えられる。新人の発章は、官粛章で、 神帝と呼ばれる場所と伝えられ、現在の天水市清水県神帝鎮にあたる。神朝の旗はここに通じ、始皇帝は統一して、軍、県、里藤、帝を置いた。人質の古神の公子であった父の偉人は、九戦協定で人質として、朝へ送られていた。ただ、父の偉人は、公子とはいえ、旗の大使である祖父の安国君にとって二十人以上の、 この一人に過ぎず、また目かけであった偉人の聖母の夏姫は、祖父からの寵愛を失って久しく二人の後ろ盾となる人物もいなかった。神王を継ぐ、可能性がほとんどない偉人は、明女王が協定をしばしば破って、軍事攻撃を仕掛けていたことで死んどころか蝶でも、立場を歩くし、いつ殺されてもおかしくない身であり、人質としての価値が低かった。 蝶では礼遇されていた。そこで菅の裕福な商人であった、旅夫衣が目をつけた。暗黒君の軽質ながら、大使となる子を産んでいなかった家謡夫人に大金を投じて、工作活動を行い、また偉人へも交際費を出資し評判を高めた。偉人は、旅夫衣に感謝し、将来の工具を約束していた。そのような折、旅夫衣の目かけを気に入って譲り受けた偉人は、 アキラ女王48年の冬に男児を授かった。生と意味名を名付けられた。この赤子は真ではなく蝶の首都簡単で生まれたため、蝶聖とも呼ばれた。後に始皇帝となる。実ッに関する、議論館時代に成立した、四季、両夫威列伝には、聖は、偉人の実施ではなかったという部分がある。両夫威が、蝶姫を偉人に与えた際にはすでに妊娠していたという。 五漢時代のハンコも、漢情にて始皇帝を、両夫尉のこと書いている。始皇帝が非着手であるという意見は、死後2000年経過して否定的な見方が提示されている。両夫尉が、父親とするならば、現代医学の観点からは、臨月の期間と生の生誕日との間に矛盾が、生じるという。両春秋を翻訳した、ジョン・ノブロック、ジェフリー・リーゲルも、 作り話であり、旅意と始皇帝の両者を誹謗するものだと論じた。各末弱は、重批判書にて三つの論拠を示して、旅意父親説を否定している。四季の説は、偉人と旅意について多く触れる、戦国策にて一切触れられていない。戦国策祖作や四季、春申君列伝には、その春申君というおが、 実は親子だという説明があるが、両夫威と始皇帝の関係にほぼ等しく、小説的すぎる。四季、両夫威列伝そのものに矛盾があり、始皇帝の母について、簡単小姫と、超合華女の異なる説明がある。生は、大気を経過して生まれたとあり、事前に妊娠していたとすればおかしい。陳春心は、旗はじめ本儀の冒頭文には、旗はじめ帝者、 旗たそ王子なりと書かれていると、式内にある、他の矛盾を指摘した。死と隣り合わせの少年生の父、偉人は、両不意の活動の結果、歌謡夫人の養子として、暗黒君の次の大使に押される役場を得た。だが、曽祖父の小女王は未だ長に残る、孫の偉人に一切配慮せず長を攻め、明女王四十九年には、 王寮、明女王五十年には王骨に命じて、簡単を包囲した。そのため、長側に処刑されかけた偉人だったが、万人を買収して、真への脱出に成功した。しかし妻子を連れる暇などなかったため、生は母と置き去りにされた。蝶は残された二人を殺そうと探したが巧みに潜伏され見つけられなかった。陳春心は、 敵地の真っただ中で追われる身となった、この幼少時の体験が、始皇帝に霊利な観察力を与えたと推察している。その後、簡単のしぶとい牢状に、新軍は撤退した。明女王56年、明女王が没死、一年の間を経て、高文み王元年10月に、暗黒君が、高文み王として即位すると、両夫意の工作通り当時始祖と解明したい人が、 大使となった。そこで、朝では、国際審議場を、やむなく、十歳になった生を、母の蝶姫と共に、真の寛容に送り返した。ところが、高文王はわずか在位3日で亡くなり、騎家始祖が、総上王として即位すると、両夫威は上昇に任命された。若年王の誕生と、両夫威の建政総上王と、両夫威は、 周辺諸国との戦いを通じて、真を強制なものとした。しかし、総上王3年5月に、総上王は在位3年という短い期間で死去し、13歳の生が多いを継いだ。まだ若い生を補佐するため、周囲の人間に政治を任せ、特に、両夫意は、小国となり戦国、七王の他の六国と、未だ戦争状態にある真の政治を執行した。 旗王政六年、祖、蝶、義、藩、縁の五国合将軍が秦に攻め入ったが、秦軍は観古関で迎え撃ち、これを撃退した。この時、全軍の葬式を取ったのは、この時点で権力を握っていた、呂不意と考えられている。そして、呂不意は、中保と呼ばれるほどの権威を得て、多くの触覚を養い、旗王政八年には、 呂氏春秋の返産を完了した。だが、呂夫衣は一つ、問題を抱えていた。それは、対豪となった長姫と、また関係を持っていたことである。発覚すれば、身の破滅に繋がるが、陰頭な彼女がなかなか手放してくれない。そこで、呂夫衣は、自分の代わりを探し、敵人の男のを見つけた。顎髭と眉を抜き、寒暖になりすまして高級に入ったはお気に入りと。 なり、公爵を与えられた。やがて大号は妊娠した。人目を避けるため急と洋に移った後、と大号の間には二人の男児が生まれた。旗王政九年、生が二十二歳の時にこのことが露見する。生は元服の年を迎え、敷たりに従い、洋に入った。敷、両不意列伝では、が、寒寒ではないという告発があったといい、当初、思考本義では、 が反乱を起こしたという。ある説では、両夫意は生を拝して、の子を大いにつけようと考えていたが、ある晩餐の席で、が、若王の父になると公言したことが伝わったとも言う。または、旗王政が王に向かった隙に、が、大豪の印象を入手し軍隊を動かしク出デターを、企わ立てたが失敗したとも言う。 結果的に、は、生によって一族そして大号との二人の小諸とも、殺された。事件の背景が調査され、両夫尉の関与が明らかとなった。しかし過去の功績が考慮され、また弁護する者も現れ、小国悲免と放置のカナ南での湿居が命じられたのは、翌年となった。だが、両夫尉の名声は依然高く、数多くの客人が訪れたという。旗王政12年。 生は、両夫家へ書状を送った。君南攻を旗。旗風君んカナン、職十万個。君何、に、親を旗。公交渉中保。その友や俗子書職。旗に対し一体何の功績を持って、カナンに十万個の領地を与えられたのか。新王家と一体何のつながりがあって、中保を称するのか。一族諸友職に行け。四季。 両夫意列伝十四流刑の地、職へ行ってもやがては死を賜ると悟った、両夫意は、副読自殺した。吉川忠夫は、事件の裏にあった、両夫意の関与は、旗王政にとって予想外だったと推測したが、陳春心は青年になった生が疎ましい両夫意を、覗こうと最初から考えていた可能性を示唆し、事件から処分まで三年をかけたところは、 性の慎重さを表すと論説した。旗王政は、両夫意の葬儀で国旗したものも処分した。李氏と反非親王政による申請が始まったとし、考え工事の技術指導に招聘されていた間の帝国が、実は国の財政を疲弊させる工作を図っていたことが判明した。これに危機感を持った大臣たちが、他国の人間を政府から追放しようという、 畜脚令が提案された。反対を表明した者が李氏だった。両不意の触覚から頭角を表した祖出身の人物で、李氏は畜脚令が発布されれば、地位を失う位置にあった。しかし的確な論を持っていた。真の発展は外国人が支え、僕校は恐れの大部であった百里、京や草の足内シらを登用し、公公は 英の皇族だった昭王から、慶文王は、義出身の長義から、アキラ王は、義の藩書からそれぞれ助力を得て、国を栄えさせたと述べた。李氏は、昭和ル説の巡視に学び、人間は環境に左右されるという思想を持っていた。旗王政は、彼の主張を認めて、畜脚礼を廃案とし、李氏に深い信頼を寄せた。昭王以来、旗は、 法を重視する政策を用いていた。旗王政もこの考えを引き継いでいたため、同じ思想を説いた、藩妃子に簡単した。著者の藩妃は、漢の講師であったため、ことがあれば、死者になると見越した。旗王政は漢に攻撃を仕掛けた。果たして、旗王政14年に、死者の命を受けた、藩比は越見した。藩比はすでに故国を見限っており、 自らを派遣に必要と売り込んだ。しかし、これに危機を感じた李氏と洋家の暴力にかかり、死に追いやられた。旗王政が感心した、藩比の思想とは、藩比子、古墳説一の、術を知る者は、見通しが危機名殺であるため、他人の暴力を見通せる。法を守る者は、毅然として強直であるため、他人の悪事を正せるという部分と、 ごと説十文末の、名君の国では、書ではなく法が教えである。死は、戦王ではなく管理である。イサムは死党ではなく、戦にある。民の行動は、法と結果に基づき、有事では勇敢である。これを王子というの部分であり、また国に救う虫とは受、受強まかない、小、孔の五匹であるという箇所にも共感を得た。反蝶の滅亡神は、 強大な軍事力を誇り、先代の相乗王千代の3年間にも、領土拡張を遂げていた。旗王政の第には、義出身の鬱領の意見を採用し、他国の人間を買収して様々な工作を行う、手段を用いた。一度は職を辞した鬱領は止め置かれ、軍事顧問となった。旗王政17年、半日が死んだ3年後、 藩は悲敵が陥落して、官王安が捕獲されて滅んだ。旗王政18年、旗は王仙、陽忠氏は、京に、朝を攻めさせた。次の標的になった朝には、有牧王の真の各会への買収工作が、すでに完了していた。斎都の連合も情報が漏れ、干ばつや地震災害につけ込まれた、旗の侵攻にも、蝶王が残言で、李牧を中殺し、 柴ばを解任してしまい、簡単に敗れた。旗王政19年、長王は、捕虜となり、国は旗に併合された。生まれた簡単に入った、旗王政は、母の大号の実家と揉めていた者たちを生き埋めにして、神へ戻った。長王は捕らえられたが、その兄の孔子義美は大軍に逃れ、亡命政権である大を建てた。暗殺未遂とツバメの滅亡縁は、 弱小な国であった。大使の二はかつて、人質として、長の簡単で過ごし、同じ境遇の生と親しかった。生が、新王になると、丹は、旗の人質となり、関容に住んだ。この頃、彼に対する旗の扱いは礼に欠けたものになっていた。つばめ丹子という書によると、帰国の希望を述べた二に、旗王生は、カラスの頭が白くなり、馬に、 角が生えたら、返そうと言った。ありえないことに、二が短足すると、白い頭のカラスと角が生えた馬が現れた。やむなく生は、帰国を許したという。実際は脱走したと思われる二は旗に対し深い、恨みを抱くようになった。逃げる、新王生と襲いかかる経過。中央上に伏せる者は、旗舞踊、下は、半置きの首。竹子ほこら石室。 両国の間にあった長が滅ぶと、旗は幾度となく、ツバメを攻め、ツバメは武力では、立ち打ちできなかった。丹は非常の手段である暗殺計画を練り、桂花という資格に、白羽の矢を立てた。旗王政20年、桂花は、旗舞踊を共に連れ、特攻の地図と旗の元将軍でツバメに亡命していた、藩沖の首を携えて生への越見に臨んだ。 旗舞踊は手にした地図の箱を差し出そうとしたが、恐れおのの規制になかなか近づけなかった。慶歌は、友は、天使の意向を前に目を向けられないのですと言いつつ、進み出て、地図と首が入る二つの箱を持ち進み出た。受け取った旗を生が、巻物の地図を紐解くと、中に隠していた相口が、最後に現れ、慶歌はそれをひったくり、生へ襲いかかった。 生は身をかわし逃げまどったが、御神用の長剣を抜くのに手間取った。宮殿の官僚たちは、武器所持を、この衛兵は、許可なく、天井に登ることを、旗の、方によって、厳しく禁じられ、大声を出すほかなかった。しかし、獣医の夏無活が投げた薬袋が経過に当たり、剣を背負うよう叫ぶ進化のことに、生はやっと剣を手にし、経過を切り伏せた。 政はこれに激怒し、同年には燕への総攻撃を仕掛け、円、大の連合軍を、駅水の西で破った。そして、旗王政19年、暗殺未遂の翌年に、首都アザミを落とした。経過の血縁をすべて殺害しても怒りは沈まらず、ついには、町の住民全員も殺害された。その後の戦いも新軍は圧倒し、両党に逃れた。 縁起は、二の支給を届けて、和睦を願ったが聞き入れられず、五年後には捕らえられた。義、祖、聖の滅亡次に、真の標的となった義は、かつて五国の合唱軍を率いた新領軍を失い、弱体化していた。旗王政二十二年、旗王政は王本に、義を攻めさせ、その首都、大張を包囲した。義は、黄河と、張溝をせき止めて、 大張りを水攻めされても3ヶ月耐えたが、ついに降伏し、義も滅んだ。同年、旗と並ぶ峡谷、外の戦いに入った。旗王政は、若い李神友天に20万の兵を与え式を取らせた。所詮こそ優勢だった新軍だが、前面に、民の安部のためその講師である元右上将の将兵君を敗した。 その旧都永鎮で起きた反乱と蘇軍の猛追に相対敗した。旗王政は将軍の王戦に真の全軍に匹敵する六十万の兵を託し、旗王二十四年に諏訪を滅ぼした。最後に残った際は約四十年間ほとんど戦争をしていなかった。それは旗が買収した最小の高価値とその触覚らの工作もあった。 真に攻められても生は戦わず、高価値のことに従い無抵抗のまま降伏し滅んだ。旗が戦国時代に幕を引いたのは、旗王政二十六年のことであり、生は三十九歳であった。現代になって、平和洋金郊に建設された、四皇帝造皇帝中国が統一され、初めて強大な一人の権力者の支配に良した。最初に、旗王政は、 重心の王安、兵庫、立志らに称号を刷新する審議を命じた。それまでもいていた王は、衆の時代こそ天下にただ一人の称号だったが、春秋、戦国時代を通じ諸国が成立し、それぞれの諸侯が名乗っていた。統一を成し遂げた後には王に代わる損傷が求められた。王安らは、ご定さえ超越したとして三考の最上位である。 大公の号を推挙し、合わせて、指示を、命、性、布告を、霊、称自称を献上的な、家人、賃にすべしと答申した。旗王政は答えて、さ、大、著、公最上古三暗い公公曰く、皇帝、打助儀、思考本義第六、大公の体を去り、上古の定位の号を取って、皇帝と合しその他は、 義の通りとしようと、新たに皇帝の称号を使う決定を下した。後徳終始始皇帝はまた戦国時代に成立した五行思想と王朝交代を結びつける説を取り入れた。これによると、周王朝は赤色の火で象徴される徳を持って栄えたと考えられる。続く新王朝は相国によって火を打ち滅ぼす黒色の水とされた。 この思想をもとに、儀礼用衣服や皇帝の旗には、黒色が用いられた。四季の伝説では、旗の思想、大比が成功し、春に、黒色の旗をもらった、とある。五行の、水は、他に、方位の、北、季節の、冬、数字の、六でも象徴された。政治史皇帝は、修王朝時代から続いた、古来の支配者間を、根底から覆した。 政治支配は、中央集権が採用されて、非政府国は独立国の体を廃され、代わって36の軍が置かれ、後にその数は48に増えた。軍は、県で区分され、さらに、豪そして、里と、段階的に小さな行政単位が定められた。これは、軍権制を、中国全土に施行したものである。統一後、進化の中では、 従来の封建性を用いて王子らを諸国に封じて統治させる意見が主流だったが、これは古代中国で発生したような政治的混乱を招くと強硬に主張した立志の意見が取られた。こうして過去の緩やかな同盟、または連合を母体とする諸国関係は刷新された。伝統的な地域名はなくなり、例えばその国の人を、 祖人と呼ぶような区別はできなくなった。人物登用も、家柄に基づかず、能力を基準に考慮されるようになった。経済など試行程と利子は、土量衡や通貨、荷車の軸幅、またクライド力数法などを統一し、姿勢の標準を定めることで経済の一体化を、図った。さらに、各地方の交易を盛んにするため道路や、運河などの広範な交通網を整備した。 各国でまちまちだった通貨は半量線に一本化された。そして最も重要な政策に漢字書体の統一が挙げられる。李氏は新国内で天書体への一本化を推進した。皇帝が使用する文字は天書と呼ばれ、これが標準書体とされた。進化が用いる文字は霊書として帝幕という人物が定めたというが、一人で 完成できるものとは考えにくい。その後、この書体を征服したすべての地域でも、公式のものと定め、中国全土における通信網を確立するために、各地固有の書体を廃止した。土梁校を統一するため、基準となる長さ、重さ、容積の標準機が製作され、各地に配られた。これらには天書による以下の証書が刻まれている。十六年皇帝。 神並び県殿下諸公権主体安律公ため、皇帝の象徴象徴安法度両則不一県議者、南一の施二26年、始皇帝は天下を統一し、諸公から民衆までに平安をもたらしたため、豪を建て皇帝となった。そして、上昇の城と安に、土両公の方を決めさせ、県議が残らないよう統一させた。聖堂昇番阿宝偶図、信代の縁ある作、 関陽と阿宝宮始皇帝は、各地の富豪を十二万校、首都、関陽に強制移住させ、また、諸国の武器を集めて、いかにか始終に金人を製造した。これは地方に残る財力と武力を削ぐ目的で行われた。関陽城には滅ぼした国から、将棋や、美人などが集められ、その度に、宮殿は、増築を繰り返した。人口は膨張し、 従来の伊水北岩では手狭になった。施工35年、始皇帝は、皇帝の居所にふさわしい宮殿の建設に着手し、伊水南岩に広大な阿宝宮建設に着手した。ここには、京文王時代に建設された宮殿があったが、始皇帝はこれを300里前後まで拡張する計画を立てた。最初に1万人が座れる前殿が建設され、門には、 磁石が用いられた。居所である紫宮は夜柱が支える大きなひさしを持つ巨大な宮殿であった。名称、阿宝とは仮の名称である。この阿宝は四季、はじめ広本儀には、作愚阿宝、古典会議の阿宝宮とあり、地名であるが、学者は阿が近いという意味から、 関陽近郊の宮を指すとも、東屋方や広の様子から付けられたとも、始皇帝に、最も長愛されたかけの名とも言う。始皇帝両親王に即位した、紀元前247年には、自身の両母建設に着手した。それ自体は、ことぶき両と呼ばれ、珍しいことではないが、両母は、規模が格段に大きかった。阿坊宮の南八十里にある李山が選ばれ、 始められた建設は、統一後に拡大された。始皇帝の晩年にはアイホーグ取残量の建設に、陰宮の時計者70万人が動員されたという、記録がある。木材や石材が、遠方から運ばれ、地下水脈に達するまで掘削した三ぎの周囲は、銅で固められた。その中に、宮殿や廊館が作られた。さらに水銀が流れる川が100本作られ、 天体を再現した装飾がなされ、侵入者を撃つ石弓が据えられたという。珍品や豪華な品々が集められ、用で作られた、関心が備えられた。これは、死後も生前と同様の生活を送ることを、目的とした荘厳な建築物であり、現世の宮殿である、アホグーとの間八十里和角道で結ばれた。 1974年3月29日、井戸堀の農民たちが平馬洋を発見したことで、始皇帝陵は世界的に知られるようになった。ただし、始皇帝を埋葬した寮母の発掘作業が行われておらず、比較的完全な状態で保存されていると推測される。現代になり、考古学者は墓の位置を特定して単身を用いた調査を行った。 この際、自然界よりも濃度が約100倍高い水銀が発見され、伝説扱いされていた建築が事実だと確認された。なお、現在は始皇定領という名前が一般的になっているが、このように呼ばれるようになったのは、漢代以降のことであり、それ以前は李山と呼ばれていた。寝代の頂上。小さな点は戦国時代までにあったもの。 大きな点が始皇帝によって建設された部分。後の王朝も改修や延長を行い現在に至る。現代に残る霊居万里の頂上中国は統一されたが、始皇帝はすべての敵を殲滅できたわけではなかった。それは北方及び北西の遊牧民であった。戦国七尾が争っていた頃は京都も、 東古や月子と牽制し合い、南に攻め込みにくい状態にあった。しかし、中国統一の頃には勢力を強めつつあったので、防衛策を講じた。始皇帝は盲点を北方防衛に当たらせた。そして巨大な防衛壁建設に着手した。逮捕された不正役人を動員して建造した、この壁は、現在の万里の頂上の前身に当たる。これは、 過去400年間にわたり町や中山国など各国が川や崖と接続させた小規模な国境の壁をつなげたものであった。霊居中国南部の有名なことわざに北雄長城、南雄霊居というものがある。始皇33年、始皇帝は軍事輸送のため大運河の建設に着手し中国の南北を接続した。長さは3 4トルに及び、 長江に流れ込む昭江と、玉江の注ぐ理江との間を繋いだ。この運河は、中国の主要河川2本を繋ぐことで、真の南西進出を支えた。これは、万里の長城、四川省の都公園と並び、古代中国三大事業の一つに挙げられる。中国を統一した、翌年の紀元前220年に始皇帝は、天下巡遊を始めた。 最初に訪れた老生と北地はいずれも真にとって重要な土地であり、これはソレイに統一事業の報告という側面があったと考えられる。しかし、施行28年以降4度行われた巡遊は、皇帝の権威を固示し、各地域の視察を呼び、祭祀の実施などを目的とした距離も期間も長いものとなった。これは、諸教、愚書。 春天にある春が各地を巡遊した古事に習ったものとも考えられる。始皇帝が通行するために幅が50歩あり、中央には松の木で仕切られた皇帝専用の通路を持つ地道が整備された。始皇帝の天下巡遊路巡路は以下の通りである。これら巡遊の証明はもっぱら、四季の記述のみに頼っていた。しかし、 1975から76年に、古北商工換市運房圏の戦国信頼の古墳から発掘された、水古地畑館の変年期と名付けられた地区館の、今28年上の部分から、今、関陸という文が見つかった。今とは今皇帝すなわち、始皇帝を指し、28年は始皇28年である、紀元前219年の出来事が書かれた部分となる。 今、カーン陸は始皇帝が安陸を通過したことを記録している。短い文章ではあるが、これは同時期に記録された順遊を証明する貴重な資料である。法然第一回目の順遊は主に東方を精力的に回った。途中の大山にいて始皇帝は法然の儀を行った。これは天地を祭る儀式であり、天命を受けた天使の中でも、 孔と徳を備えた者だけが取り行う資格を持つとされ、かつて聖の観光が行おうとして観中が必死に止めたと伝わる。始皇帝は、自らをご徳収史思想に照らし、火の衆王朝を継いだ、水の徳を持つ、有資格者と考え、この儀式を遂行した。しかし、観中のことを借りれば、最後に法然を行った天使は、衆の聖王であり、 すでに500年以上の空白があった。式次第は残されておらず、始皇帝は、従者70名ほどに通ったが、その返答はバラバラで何ら参考になるものはなかった。結局始皇帝は彼らを退避け、神で行われていた祭祀をもとにした、独自の形式で法然を観光した。頂上まで車道が敷かれ、南側から登った。始皇帝は山頂に石踏みを立て、 風の儀式を行った。下りは北側の道を通り、隣の両府山で禅の儀式を終えた。この法禅の儀は詳細が明らかにされなかった。排除された儒家たちは、始皇帝は暴風雨にあったなど推測による誹謗を行ったが、儀礼の不具合を隠す目的があったとか、我流の形式であったため後に正しい方法が分かった。 時に有効性を否定されることを恐れたとも言われる。吉川忠夫は、始皇帝は、泰山で、自らの不老不死を祈る儀式も言ったため、善用を秘匿する必要があったのではとも述べた。新仙への系統不死の妙薬を求めて、紀元前219年に出港した城の船。泰山で法仙の儀を行った後、始皇帝は、三等半島を巡る。これを、芝仙は、 旧先人専門の族と書いた。先人とは、先人のことであり、始皇帝が、新鮮思想に染まりつつあったことを示し、そこに取り入ったのが奉仕と呼ばれる者たちであった。奉仕とは、不老不死の秘術を得得した人物を指すが、実態は、会話ゆこうのとと、怪しげで調子の良い話によって、権力者にこびへつらう者たちであったという。その代表格が、 始皇帝が、牢屋で石碑を建立した後に越見した女である。生の出身である女は、東の海に、伝説の宝来山など千人が住む山があり、それを探り戦災と言われる千人の暗記性を、伴って帰還するための出資を求める醸造を行った。始皇帝は、第一回の巡遊で初めて海を見たと考えられ、中国一般にあった、海は、 凄盛りなりで表される、神秘性に見せられ、これを許可して数千人の同時、同場を連れた探査を指示した。第二回巡遊でも、牢屋を訪れた、始皇帝は、風に邪魔されるという風な女の弁明に疑念を持ち、他の方子らに、千人の秘術探査を命じた。言い逃れも限界に達した女も海に漕ぎ出し、手ぶらで帰れば処罰されると恐れた一行は逃亡した。 伝説では、日本にたどり着き、そこに定住したとも言う。国籍各地をめぐった、始皇帝は、伝わるだけで七つの石踏みを混流した。第一回では、山と法然を行った大山そして、老屋。第二回では、四婦に二箇所。第三回では、欠席第四回では、会計である。現在は、大山国籍と老屋大国籍の二比が極めて、 不完全な状態で残されているのみであり、碑文も、四季にいる奥碑が記述されるが、三国籍のそれはない。碑文はいずれも、焦点で書かれ、四皇帝の偉業を称える内容である。逸話四皇帝の順遊にはいくつかの逸話がある。第一回の旅で、法上に立ち寄った際、金を探すため止水に千人を潜らせたが、見つからなかったと、四季にある。これは、 昭和の時代に、州から旗へ渡った九つの金井のうちの失われた一つであり、始皇帝はすべてを揃え王朝の正当性を得ようとしたが、叶わなかった。この件について、北義時代に歴道源が戦した水系中では、金井を引き上げる綱を竜が噛みちぎったと伝える。五漢時代の武志誇ら石室には、この事件を伝える画像石。 死水老な絵図があり、切れた綱に転んだ者たちが描かれている。三歳略記は、第三回巡遊で、血石に赴いた際に、渡積とのやりとりがあったことを載せている。この地で始皇帝は海に石橋をかけたが、この橋脚を立てる際に、渡積が助力を与えた。始皇帝は、会見を申し込んだが、渡積は、醜悪な自らの姿を絵に描かないことを条件に、 許可した。しかし、進化の中にいた学校が会見の席で足を使い、筆者していた。これを見破った渡積みが起こり、始皇帝は、崩れゆく石橋を急ぎ引き返して九死に一生を得たが、学校は溺れ死んだという。始皇帝は、旗王政の時代に、経過の暗殺計画から辛くも逃れたが、皇帝となった後にも少なくとも三度生命の危機に、さらされた。 高禅里の暗殺未遂経過と非常に親しい間柄だった高禅里は地区の名手であった縁の滅亡後に身を隠していたが地区の演奏が知られ始皇帝にまで聞こえ召し出されたところが経過との関係が露呈してしまったこの時は腕前が惜しまれ目をつぶされることで処刑を免れたこうして始皇帝の前で演奏するようになったが 復讐を志していた。孔前里は地区に鉛貝を仕込み、それを振りかざして、始皇帝を撃ち殺そうとした。しかしそれは、空振りに終わり、孔前里は処刑された。この後、始皇帝は滅ぼした国に仕えた人間を、近づけないようにした。長寮の暗殺未遂、第二回巡遊で一行が、陽武志近郊の広城大佐という場所を通っていた時 突然120斤の鉄水が飛来した。これは別の車を砕き、始皇帝は無傷だった。この事件は、滅んだ艦の貴族だった長領が死亡し、怪力の勇士を雇い投げつけたものだった。この事件の後、大規模な捜査が行われたが長領と勇士は逃げ延びた。関与での襲撃始皇31年。 始皇帝が4人の武人だけを連れたお忍びの夜間外出を行った際、ランチという場所で盗賊が一行を襲撃した。この時には取り押さえに成功し、事なきを得た。さらに20日間にわたり、捜査が行われた。天下を統一し、法全の祭祀を行った。始皇帝は、すでに自らを、歴史上に、前例のない人間だと考え始めていた。 第一回巡遊の際に混流された、牢屋大国籍には、古代の五帝三王の領地は、地里四方の小地域に泊まり、当地も未熟で鬼神の脅しを借りねば収まらなかったと、書かれている。このように五帝や三王を表し、遥かに広大な国土を放治主義で見事に収める、始皇帝が彼らを遥かに凌駕すると述べている。蓄した所に代わって、始皇帝に取り入ったのは、 ツバメ出身の奉仕たちであり、特に路政は、様々な影響を与えた。六都所とこの討伐路政は、女と同様に、不老不死を餌に始皇帝に近づき、飛躍を持つ千人の探査を命じられた。千人こそ連れて来なかったが、六都所という予言書を献上した。その中にある、旗を滅ぼす者は、子という文言を信じ、始皇帝は、周辺民族の征伐に乗り出した。 万里の頂上を整備したことからも、新大朝にとって、外敵といえば、まず強度が上げられた。始皇帝は北方に駐留する盲点に30万の兵を与えて、討伐を命じた。軍がオレドス地方を占拠すると、犯罪者をそこに移し、44の県を新設した。さらに現在の内モンゴル自治区パオ島市にまで通じる、軍事道路、ナオ道を整備した。 一方で南には、峰南へ圧迫を加え、そこへ逃亡者や働かない無子、商人らを中心に編成された軍団を派遣し、現在の関東省やベトナムの一部も領土に加えた。ここにも、新たに三つの軍が置かれ、犯罪者50万人を移住させた。不老不死の薬2002年に、湖南省の井戸の底から発見された3万6000枚に、及ぶ木管の中に、 始皇帝が国内各地で不死の薬を探すよう命じた布告やそれに対する地方政府の返答が含まれていた。この発見により布告が辺境地域や壁村にまでも通達されていたことが分かった。地方政府の返答にはそのような妙薬はまだ見つかっていないが引き続き調査している地元の霊山で採取した薬草が不老不死に効くかもしれないなどと枠した様子が 伺かがわれる。文書思考34年、この討伐が成功理に終わり、開かれた祝賀の席が文書の引き金となった。進化や博士らが祝辞を述べる中、博士の一人であった純悦が意見を述べた。その内容は、古代を手本に、軍権制を改め封建制に戻すべしというものだった。始皇帝はこれを軍神の指紋にかけたが、 軍権制を推進した李氏が再反論し、始皇帝もそれを認可した。その内容は、農学、医学、先生学、戦術、真の歴史を除くすべての書物を、博士館にある者を除き空き捨て、従わぬものは顔面に入れ墨を入れ、漏役に出す。政権への不満を論じる者は俗中するという、検索を行い、認められた。特に、司教と、 諸教の所有は、博士官の増書を除き厳しく罰せられた。始皇帝が信奉した、反彦、ご当には、優れた王は、普遍の手法ではなく、時々に対応する。古代の霊に、ただ習うことは、切り株の番をするようなものだと論じられている。こういった統治者が生きる、時代背景に応じた政治を重視する考えを、合思想といい。 特に儒家の主張にある戦王を模範とすべしという考えと対立するものだった。始皇帝自身がこの思想を持っていたことは、準優中の各国籍の文言からも読み取れる。すでに軍権制が施行されてから8年が経過した中、樹越がこのような意見を述べ、さらに審議された背景には、戦王村長の思想を持つ集団が依然として、 発言力を持っていた可能性が指摘される。しかし、始皇帝は、純うこしらの意見を却下した。反彦観光指針には、愚かな学者らは、古い本を持ち出してはわめきわうだけで、目前の政治の邪魔をするとある。この文書は、旧書体を廃止して書体へ統一する政策の促進にも役立った。公寿始皇帝に取り入ろうとした、法師の路線は、 新人を説いた。正人とは、創始、内編体操史でいう水で濡れず火に焼かれない人物とも、内編生物論で神と言い切られた存在を元にする、超人を指した。路生は、身を隠していれば新人が訪れ、不老不死の薬を譲り受ければ、新人になれると話した。始皇帝はこれを信じ、一人称を、人から、新人に変え、宮殿では、 福道を通るなど身を隠すようになった。ある時、上昇の行列に随員が多いのを見て、始皇帝が不快がった。後日見ると上昇が随員を減らしていた。始皇帝は、側近が我が弦を漏らしたと怒り、その時周囲に玉なぶしゃらすべてを処刑したこともあった。ただし政務は従来通り、官用具ですべて取り行っていた。しかし、新人の来訪はなく、 処罰を恐れた路政と後正は司皇帝の悪口を吐いて逃亡した。一方司皇帝は法師たちが巨額の予算を引き出しながら成果を上げず管理をもって争い、余つ草へ円元を吐いて逃亡したことをもって観察に命じて法師らを尋問にかけた。彼らは他者の告発を繰り返し法を犯した者約460人が拘束されるに至った。 始皇三十五年、始皇帝は彼らを生き埋めに処し、これが、いわゆる公事であり、前景の噴書と合わせて、噴書公事と呼ばれる。式には、呪とは一時も述べられておらず、書生と表記しているが、この行為をいめた上司の不祖のこと、書生皆商法講師から、呪歌の比率は高かったものと推定される。還元を不快に思った。 始皇帝は父祖に、北方を守る盲天を観察する役を命じ、上氷に向かわせた。式は、始皇帝が起こった上の懲罰的処分と記しているが、陳春心は別の考えを述べている。三十万の兵を抱える盲天が強度と手を、組み反乱を起こせば、統一後は、軍事力を衰えさせていた、新王朝にとって、大きな脅威となる。 盲点を監視し抑える役目は非常に重要なもので、始皇帝は不祖を見込んでこの大役を認じたのではないかという。また、他の諸王子は公務につかない限り平民として扱われていたが、不祖は任務についたことで別格となっている。いずれにしろこの処置は旗にとって不幸なものとなった。公授について別な角度から見た主張もある。これはお抱えの学者たちに、 不老不死を目指した錬金術研究に集中させる目的があったという。処刑された学者の中には、これら超自然的な研究に携わったものも含まれる。工事は、もし学者が不死の解明に到達していれば処刑されても生き返ることができるという究極の試験であった可能性を示唆する。不吉な暗示、式によると、施行36年に、 東軍に落下した隕石に何者かが思考停止、しかも持分という文字を刻みつける事件が起きた。周辺住民は厳しく取り調べられたが犯人は分からず全員が殺された上隕石は焼き砕かれた。空から降る隕石に文字を刻むことはそれが天の意志であると主張した行為であり渦巻くミニーを代弁していた。 また同年秋、ある使者が、平信道というところで出くわした人物から、今年素竜死という言葉を聞いた。その人物から池君へ返してほしいと、玉壁を受け取った使者は、不思議な出来事を報告した。次第を聞いた、始皇帝は、素竜とは、人の先祖のこと、それに、山木の類に長い先のことなど見通せまいと呟いた。しかし玉壁は、 第一回巡遊の際に神に捧げるため長江に沈めたものだった。始皇帝は占いにかけ、有識地との告げを得た。そこで、死を果たすため3万個の人員を北方に移住させ、遊として、皇三37年に4度目の巡遊に出発した。最後の巡遊抜士の古外と、左上将の利子を伴った第4回巡遊は、東南へ向かった。これは、法師が、 東南方向から天使の気が立ち込めているとのことを受け、これを封じるために選ばれた。500年後に、金陵にて天使が現れると聞くと、始皇帝は山を削り丘を切って、防ごうとした。また、渡積みと戦う夢を見たため、石弓を携えて、海に臨み、主婦で大ザメ魚を仕留めた。ところが、平原津で始皇帝は病気となった。症状は、 だんだんと深刻になり、ついに、盲点の観察役として北方にとどまっている長子の、父祖に、寛容に戻って、葬儀を主催せよとの一生を口頭で、信頼を置く観願の長校に作成させたくした。思考37年、始皇帝は、砂丘の平台にて崩御。伝説によると彼は、宮殿の学者や医師らが処方した不死の効果を期待する。 水銀入りの薬を服用していたという。水銀には、防腐効果がありかばねは腐らぬのだが、口述の通り死繍対策の記録があることから、死は、水銀中毒ではなく、毒殺の可能性が高い。隠された、宝魚始皇帝の宝魚が、天下騒乱の引き金になることを、李氏は、恐れ、被したまま一行は、関与へ向かった。宝魚を知る者は、古外、李氏。 長光ら数名だけだった。死繍を誤魔化すために、大量の魚を積んだ車が伴走し、始皇帝がさも生きているような振る舞いを続けた。帰路において、長光は、古外あり死に還元を漏し、暴略に引き込んだ。父祖に宛てたい章は握りつぶされ、盲点ともども死を賜る御子とのりが偽造され、送られた。この賞を受けた父祖は自殺し、 疑問を持ったモ天は極に繋がれた。二世皇帝始皇帝の崩御から二ヶ月後、関容に戻った二十歳の古貝が即位し二世皇帝へとなり、始皇帝の遺体は、李山の御ソサに葬られた。そして、長皇が県政を掴んだ。モ天や毛武氏をはじめ、規模である人物はことごとく排除され、人生。 五皇の乱を皮切りに、各地で始まった阪神の反乱さえ長皇は、自らへの権力集中に使った。そして、李氏さえ落とし入れて処刑させた。しかし反乱に何ら手を打てず、二世、皇帝三年には阪神の反乱の一つの勢力で、ある流法を率いる軍に、武漢を破られる。ここに至り、 二世皇帝は、言い逃ればかりの長皇を叱責したが、逆に兵を仕向けられ自殺に追い込まれた。長皇は二世皇帝の兄とも兄のことも伝わる。声を時代に擁立しようとしたが、長皇は、声の命を受けた、判断によって刺し殺された。翌年、声は、皇帝ではなく、神王に即位したが、わずか46日後に、劉邦に降伏し、皇帝に殺害された。 予言書、六都書にあった旗を滅ぼす者、ことは、辺境の異民族ではなく古外のことを指していた。朝鮮書の記述以上の始皇帝死去前後の経過は、死期に基づくが、北京大学像西館築書の一つである、朝鮮書には、これと食い違う経過が記されている。大きな相違点の一つが、古外即位の経緯で、死期は李氏、利子。 長江の陰謀によるものとするのに対し、朝整書では、軍神が後継ぎに古外を推薦し、衛星がそれを再化するという手続きを踏んだことになっている。四季は、同じ時代を生きた人物による、始皇帝を表した言葉を記している。移領は、新王時代に軍事顧問として徴用されたが、一度糸間声をしたことがあり、その理由を以下のように語った。 神王人となり、八巡、長目、主張、う再生、消音、しかも殺し、虚役薬液で認可、特使また、軽食人。我が不意、さみ我が、常短我、誠し神王特使を天下、天下皆ため取りこたしか、不可、与え久しゆう。四季。 はたはじめこう本義四神王星の風貌を、順は八、目は切れ長、要は主張、そして声は、才のようだと述べる。そして恩を感じることなどほとんどなく、孤狼のように残忍だという。目的のために下手に出るが、一度成果を得れば、また他人を過論じ食い物にすると分析する。不意の自分にも減り下るが、中国統一の目的を達したならば、 天下はすべて新王の奴隷になってしまうだろうと予想し、最後に付き合うべきでないと断ずる。将軍、王仙は、強国、外の戦いに決着をつけた人物である。他の者が指揮した戦いで敗れた後、彼は、旗王政の要請に応じて出陣した。この時、王仙は、財宝や美伝など報奨を要求し、戦地からもしつこく、念を押す書状を送った。 その振る舞いをみっともないものといさめられると、彼は言った。夫神王しかも不信心。四季、白気王戦列伝十一は、祖母を意味し、旗王政が、他人に信頼を置かず一度でも疑いが頭を持たげれば、どのような霊が下るかわからないという。何度も、報奨を求めるのも、犯行など思いもよらない浅ましい人物を演じる、ことで、 旗のほとんどと言える兵力を指揮下に持つ自分が疑われて死を賜る命令が降りないようにしているのだと述べた。奉仕の路政と後世が逃亡する前に始皇帝を表した言が残っている。始皇人となり、天聖豪寺王慈悠、貴諸行、並び殿下、遺読欲十、も、試し小爆及びおのれ。千人ごくり、ごくりと口か行き。博士江ども七十人。 特殊なインドル用。上昇初代人皆受け政治、イベンお嬢。上、楽井警察ため脅し、天下賢積見持ち。六、爆衣寒人中。天下のこと無償大解決お嬢。上、至り木目光赤両所。日夜夕締め、府中締め不得休息。ドンオケン聖止ジョコレ、四季、旗はじめ公本義四十一死皇帝は、 生まれながらの豪女者で、成り上がって天下を取ったため、歴史や伝統でさえ、何でも思い通りにできると考えている。極理ばかりが優遇され、70人もいる博士は、用いられない。大臣らは、命令を受けるだけ。始皇帝の楽しみは処刑ばかりで、天下は怯えまくって、上辺の忠誠を示すのみという。決断は、すべて、始皇帝が下すため、 昼と夜それぞれに、重さで決めた量の書類を処理し、時には休息さえ取らず向かっている。まさに県政の権下と断じた。始皇帝の公費については、司書に記載がなく不明。ただし、式旗はじめ公本儀に、始皇帝が崩御した時に、高級で、このないものがすべて巡視させられ、その数が、はだ多かったと言っているため、 多くの公費があっただろうということは推測できる。死女の数は明らかでない。四季理志列伝には、死皇帝の皇子は2十人以上いたが、二世皇帝が皇子12人と皇子10人を殺したことを記す。名前の知られている子は以下のものがある。また、具体的な親族の血縁上の位置づけが不明な男子がいる。 始皇帝が暴虐な君主だったという評価は、次の王朝である漢の時代に形成された。漢女、五行詞では、始皇帝を、社員暴虐と評する。この時代には、武道神や、暴神等の言葉も使われたが、王朝の悪評は、皇帝の評価に直結した。漢は旗を倒した行為を正当化するためにも、その協調が必要だった。 特に前漢の武帝時代以降に儒教が正学となってから、始皇帝の文書工事は、学問を絶滅させようとした行為と非難した。詩人、政治家であった、かよしみは、過信論を表し、これが、後の儒家が考える旗崩壊の標準的な根拠となった。修辞学と推論の傑作と評価された、かよの論は、前、五漢の歴史記述にも導入され、 孔子の理論を表した古典的な実例として、中国の政治思想に大きな影響を与えた。彼の考えは、旗の崩壊とは、人間性と正義の発言に欠けていたことにあり、そして攻撃する力と統合する力には、違いがあるということを示すというものであった。当代の詩人、李白は、国風48で、統一を称えながらも始皇帝の行いを批判している。 阿宝宮や思考定量に膨大な資金や人員を投じたことも避難の対象となった。北宋時代の慶徳伝統録など全問道で神事の六歴ガネという言葉が使われる。もともとこれは穴を開ける建築用具だったが、転じて無用の長物を意味するようになった。始皇帝の評価にかかわらず、官王朝は旗の制度を引き継ぎ、 以後2000年にわたって継続された。特に軍権制か法権制かの議論において、軍権制を主張する論者の中には思皇帝を評価する例もあった。東大の劉宗元は、法権論にて思皇帝自身の政治は私だが、彼の法権制は皇を天下に広める先駆けであったと評した。明の末期から清の初期にかけて活躍した王船山は、 余密元論で始皇帝を表した中で、軍権制が2000年近く採用され続けている。理由はこれに道理があるためだと保健制主張者を批判した。始皇帝と新からの現代彫刻。西安市新末民発の昌平林は、旗正樹にて、権力を一人に集中させた始皇帝の下では、すべての人間は平等であったと説いた。もし始皇帝が著名か、 または不祖が後を継いでいたならば、始皇帝は参考、または御帝に加えても足らない業績を果たしただろうと、高く評価した。日本の桑原実造は1907年の日記にて、始皇帝を不正室の豪傑と表し、創設した、軍権制による、中央集権体制が長く保たれた点を認め、また、噴書工事は、当時必要な政策であり、 過去にも似た事件はあったこと、宮殿や墳墓そして、不死の気球は、当時の流行であったことを述べ、始皇帝を弁護した。馬飛百は、歴史修正主義の視点から伝記、旗はじめ皇帝殿を1941年に執筆し、始皇帝を、中国史最高の英雄の一人と論じた。馬は、紹介石と始皇帝を比較し、経歴や政策に、 多くの共通点があると述べ、この二人を称賛した。そして中国国民党による北伐と南京での新政府受立を始皇帝の中国統一に例えた。文化大革命期には始皇帝の再評価が行われた。当時は儒家と法家の闘争という面から中国史を眺める風潮が強まった。中国共産党は儒教を反動的。 反革命的なものと決めつけた立場から、孔子を奴隷種貴族階級のイデオロギーとし、相対的に、始皇帝を地主階級の代表として高い評価が与えられた。そのため、始皇帝領の発見は1970年代当時の中国共産党政府によって大々的に世界に宣伝された。文字という側面から藤枝明は、始皇帝は、君主が、 祭祀や政治を行うためにある文字の権威を取り戻そうとしたと評価した。州王朝の衰退そして崩壊後、各諸侯や諸子百科も文字を使うようになっていた。文書工事もこの状態を本来の姿に戻そうとする側面があったと述べた。また、新代の記録の多くが失われ、関代の記録に頼らざるを得ない点も、始皇帝の評価が低くなる要因だと述べた。 ここでは、出店、中内で提示されている、出店を示しています。ありがとうございます。